数も分かんなくなってきちゃった。12回目か11回目か13回目ですね。今ね、清里というところですね、八ヶ岳かな、これはいるんですけど、あの清里テラスの帰りというか、清里テラス見終わって、キャンプ場を先ほど予約したので、そちらに向かいます。今日の夜が雨降るかもしれないんで、またテントは使わず、今回はバンガローを予約しました。で、もともとこの場所は知っていて、評価がすごい良かったんですよね。まあ、Google 評価ですけど、4.3 ぐらいあったかな。ベルガー お城の森だっけな、というキャンプ場に向かいます。もういい時間になってきてるんで、買い出しをしてからキャンプ場に向かいます。レッツバスロマン。今清里駅の近く通ってるんですけど、行きにね、気がついたんですけど、周りがね、廃墟だらけなんですよ。びっくりするぐらい。やってるお店もちらほらあるんですが、これはね、廃墟マニアの私としては歩いて回りたいぐらい、本当にお店がやってない。これは、まあ、土日はさすがにもうちょいにぎわうんでしょうね。あー、もうなんかセンチメンタルになりますね。清里から、まあ、北斗市の方に向かってるんですけど、清里ってすごいいい観光地なんですね。軽井沢っぽいな。結構カフェとか、なんだろう、ログハウス系のお店とかが並んでていいな。これ結構賑わうのかな、土日。あんまり来たことないから分かんないんですよね。ゆっくりしてみたいですね、清里。清里最高。荻野さんが、山梨県といえば荻野さんですね。荻野さんがありましたので、こちらで買い物を済ませます。はい、買い物終わりました。今からキャンプ場を向かいます。やっぱりね、買い物時間かかるし、まあ今日はすき焼きを作ろうかなって思ってるんで、あれなんですけど、酒含めてトータル1人5000円ぐらいいってんだよな。そこ抑えたいよね。なんか欲がね、出ちゃうんですよね。これも食べたい、あれも食べたいっていう、やっぱ一つのものに絞んないとダメですね。これは本当反省しなければならない点ですわ。あー、楽しみですね、新しいキャンプ場。もう自然に向かう感じしますね。大自然に立ち向かう感じ。もう着きます。着きました。じゃあ今からチェックインしてきます。いい雰囲気ですよ。はい、こちらが今回私どもの泊まるバンガローですね。7700円だったかな。鍵開けてみますね。いや、いいとこだわ、静かで。まあ静かどうかはあれだけど、お客さんがいるかいないかだけ。開けます。多分6畳。ちょっと待って、トイレがね、おお、カーペット敷いてあるし。一間ですね。いやー、いい。じゃあちょっと荷物入れちゃうか。静かでいいわ。荷物入れちゃいまーす。はい、とりあえず完成ですね。では、恒例のキャンプ場散策に行きます。じゃあまずこちらのバンガローサイトですね。こうあって、これが6畳用かな。今日お客さんいないかな、そんなに。で、ちょっと車が映っちゃうから、こっちもバンガローで、あっちがね、8畳用のでかいサイトですね。炊事場とかもあっていいですね。で、あっちにトイレがあって、このまんまこう移動していくと広場があります。で、あれがね、体育館らしいですよ。もともとあった建物風には見えない。あ、建てたのかな、それとも学校かなんかあったとか。いや、そんなことないか。
体育館、これも借りれるそうです。でゴミステーションがあって受付で自転車のねレンタルとかもあるんで乗りたいな、自転車いいな。体育館の中ではなんか卓球とかできるのかな。これ入り口ですね、受付、おしゃれな受付と名水百選、白州、お城川、お城川、入り口の方からこうコッテージじゃないバンガローをずらーっと抜けるとあっちの奥の方に見えるかな、テントサイトですね。テントサイトありますね。ちょっとそっちまで歩いていきますね。その辺にね、美味しそうなキノコたくさん生えてるんで、今日の晩飯にね、いくつかちぎりたいと思います。はい、こちらがフリーサイトですね。一区画ごと結構広いね。広いですね。で、炊事場がどこだ？ちょっと遠いのかな、ここだと。あー、静かでいいわ。そしてこのお城の湯、お城の湯があるそうなのでそちらも歩いて行ってみます。はい、ちょっとキャンプ場から徒歩 2、3分、もう施設内と言っても過言ではないんですけど、あれが温泉ですね。で親水公園があって、これ見えるかな、これお子さんいたら大喜びですよ、ここ。いやだからここは評価いいのか。あの全体的に綺麗でしたね、施設自体が。安心してね、あのキャンプできますよ、ここは。じゃあちょっと温泉入ってきまーす。これマップ見たんですけど、今私これね半分もう歩いてない、めちゃくちゃ広い。わ、これは2泊3日してもいいぐらい広い。このキャンプゾーンとこのソルトスパゾーンで、こっち半分行けてないですからね。ウォータースライダーとかリバーサイドゾーンもあるんだ。これ広いわ。いやー、気持ちよかったです。気持ちよかった。気持ちよすぎてね、もう1時間以上いたかな。なのでもうね、午後5時ですよ。今から帰っても晩飯の準備しないとやばい。ちょっと仮眠取ろうかと思ったんですけど無理ですね。じゃあ戻りまーす。はい、到着しました。じゃあこの後は晩飯の準備しますので、ここで前半は終了します。あのね、本当に2泊3日で来てみたいですね。ここ時間が全然足らないです、楽しむには。本当にそう思いました。では、後半戦の方ぜひ、またお楽しみいただけたら嬉しいです。ではまた後半戦で、バイバイ。うまい、うまい、止まらない。うまい、うますぎる。豆腐もうまい。